動画をご覧になっていただきありがとうございます、船橋野菜の米澤です。いつも野菜をご注文いただきまして、本当にありがとうございます。今日はですね、また最近販売開始になった野菜の、ご紹介をさせていただきたいと思います。結構夏野菜が最近続々と出てきてます。はい。で、いくつかあるんですけど、まずですね、これからいきたいと思います。これは紫アスパラ、これ出した方がいいですね。出した方がいい。紫アスパラって言いまして、まあその通り紫色をしてます。こんな感じです。で、これ茹でちゃうと緑色になるんですけど、本当このまま、生で食べるものだっていうことで、教えていただいてきました。石井農園様の紫アスパラです。で、ちょっと早速いただきたいと思います。これがちょうどいいですかね。いただきます。うん、あ、柔らかい、柔らかいですね。で、あと風味がめっちゃ強い。もちろんアスパラの味なんですけど、食感が良くて柔らかくて、あと甘みが強いですね。うん、これサラダに入ってたら最高ですね。うん、風味がめちゃくちゃいいです、これ。うん、あ、ちょっと食べてばっかりいないで紹介するんですけど、これは200g 入って、まあ8本9本ぐらい入って、いくらっけな、400円です。はい。まあ、あと出始めなんで、宅配日ごとに、大体、3セットの、ご案内になります。まあ、ちょっとお試しいただければと思います。それからですね、続いて同じく石井農園様で、こちら花ズッキーニです。ズッキーニがこの花がついた状態です。これもあんまり売ってないんですけど、まあ時々、まあイタリア料理屋さんとかで、メニューに入ってたりとかします。花ズッキーニ、これはまああとはあれですね、まあもちろん花の部分は生で、サラダでも召し上がりいただいてもいいですし、この花の部分だけ取って中にチーズとかアンチョビとか詰めて揚げる、フリットってありますね。イタリア語でフリットって揚げるって意味なんですけど、それを、そういうような感じで、まあ簡単に揚げ物にして、お召し上がりいただいたりとかできます。これは1本150円です。はい。あとはじゃがいもですかね。これはじゃがいもとか芋系ないのかって結構お客様からお声いただいてたんですけど、冬の鎌倉農園様のさつまいもが終わってしまって、お待たせしました。じゃがいもの登場です。これは、北あかり、とか東野っていう種類のじゃがいもです。で、これはいくらっけな、 400g で、250円です。これもおすすめです。それから、葉物いきます。今度は、田中農園様のです。これはレタスミックス、ベビーリーフですね。ベビーリーフとして、5、6種類入ってます。まあお皿の彩りとしてもいいですし、もちろんうまみもありますし、栄養価もめちゃくちゃ高いです。で、これは確か、50g で120円です。おすすめです。大人気です。曜日ごとの分を全部買われてるような、1週間7日あったら
7袋分買われてるお客様もいるぐらいです。おすすめです。で、あ、ごめんなさい、ちょっとこれですね、葉っぱミックス、これのサラダミックスってことで最近まで販売してたっていうのは、ちょっと実は栽培の関係で、収穫の関係で今日ちょっと販売中止になったんですけど、葉っぱミックス、めちゃくちゃサラダミックスですね、めちゃくちゃ人気だったんで、これも合わせてご紹介させていただきます。で、ご安心ください。6月の、中旬ぐらい、来月の中旬ぐらいからは、販売再開、できそうだということで、田中農園様から教えていただきたいので、一応こちらもご紹介しておきます。あ、で、ごめんなさい、今日ですね、この田中農園様の、イケメンのご主人にちょっと伺ってきたんですけど、この、ベビーリーフのミックスとか、このサラダミックスとか、葉物をお召し上がりになるの何が一番いいですかっていう、ドレッシング何がいいですかっていう教えていただいたら、ごま油系とか、あるいはごまどれとか、結構ごま系のドレッシングが、好きですってことで、ご主人はおっしゃってました。私もごまどれで食べるの好きですと、はい、一応ご紹介しておきますと。で、あとは、結構もう注文が入ってるのが、昨日の、昼ぐらいから販売開始しました、レタスです。半結球レタス、これのチャオチャオっていう種類です。炒めるって書いて、まあ、にカタカナのチャオでチャオチャオっていうんですけど、これは、炒めても大丈夫なレタスなんですね。で、もちろん生でサラダでお召し上がりいただいてもいいですし、これも最近出始めましたんで、ご紹介しておきます。だ、これもそんなにこう販売期間が長いわけじゃないんで、もしちょっとお試しいただきたい方は、なる方は早めに注文いただければと思います。ぐらいですかね、はい、今日は、そんな感じですと。で、また新しい、野菜が出ましたらご案内させていただきますし、ちょっと個別にご紹介させていただきたい野菜が出ましたら、それもまたご紹介させていただきたいと思います。また何かちょっと、ご質問とかあれば、この動画の、質問コメントでいただいてもいいですし、直接船橋野菜の方にメールいただいてもいいですし、もちろんお電話いただいてもご紹介させていただきたいと思います。いつも船橋野菜で、野菜ご注文いただきましてありがとうございます。また引き続き、ちょっとこれから暑くなりますけど、張り切って、大切にお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。